こんにちは、即歌塾の久保です。YouTube を10年使ってきて、チャンネル登録もまあ1万5000人ほどになりまして、最近でもね、またね、チャンネル登録者数の方は増えてきて、扱うジャンルがまあ多岐にわたりますけども、おかげさまで、現在ですね、再生されないメディアは、あのジャンルはね、今んところ私の中ではないですね。 で、再生数が少なければ少ないなりに濃い方が見てくださってるってことにもなりますし多ければ多いほどやっぱり多くの方との接点を持てるってところもありますので、まあ、今でもね再生数があ一発でやっぱ数千とか数万っていうのは作れるわけなんですけどもで、実際に、えー、そういったものも出てきてますがやっぱり大事なのはね、えー、いかにフォーカスした動画例えばね恋愛に関する動画を出した時は恋愛問題に悩んでない多くの人は見に来ないわけですよ。 でも恋愛についてどうしてもここは知っておきたい解決したいって方がその少数の方が集まってくださるというところで恋愛問題の動画を出した時にはどんな恋愛の悩みを私の視聴者さんが抱えているかってことがこちらからねわかるわけなんですよね。それから健康問題です。まあ、最近でしたらね40代とか50代の男性の方でどうも体力落ちてきたなとかちょっとね向こうの方であっちの方で元気がなくなってきたなとかね それから、まあ、運動がなかなかできなくなってきた。体を動かしてダイエットしたいんだけど、お腹を引っ込めたいんだけども、健康診断で悪い結果が出たんで、ちょっと改善したいんだけどっていう方、まあ、こういった方向けの動画も出すことが多くございます。まあ、そして、仕事の悩みですね。私も経営者をもう15年、6年やってますんで、まあ、人材採用ですとかね、どんな従業員が会社を潰すか、どんな従業員は上司に気に入られるか、こういったことをね、 私の会社の代表としての立場からお伝えすることもできますもちろん私自身サラリーマンをやった経験もありますのでサラリーマンとしてどのように生き残っていくか出世していくのかっていうふうな、まあ、そういったねメソッドもお話しすることができるのではあろうかと思いますで最も多くの方が興味を持っているのはお金についてでしょうねお金の問題解決っていうのは借金をたくさん作ってしまった借金はないんだけども1000万2000万という単位で稼いでみたいこれ両方ともやってきた私だから言えることが結構あると思います で私をね、前々から知ってる方っていうのはご存知だと思いますけども、私は40歳までえ、本当に金なし、暇なし、貧乏なしみたいな感じでね、何もかもなかったんですよ。当然家庭もありませんでした。で、賃貸の3万5千円の料金ですら3ヶ月以上滞納するような人間でしたんでね、え当時広島,、えー、広島県の広島市中区三河町っていうところに住んでましたけどもね、私の担当の税理士さんも、こんなめちゃくちゃな財務状況でよく会社続くなと言われたもんですよ。 でその税理士さんにも私はね2年3年と顧問料を滞納していたっていう実績がありますもちろん今はねすごくいい関係であそこから久保社長がここまで来るとは本当に想像もつかなかったというふうにねよく言われるんですけどもだからこそ私もねお金のことについてはもうケスラパセラにねお話しすることができるようになりましたはいそんな感じでねお金がない時期もある時期も経験した私だから大抵のお金の問題っていうのはお答えできるんじゃないかなと思います で今回の動画っていうのは、YouTube、でねお金を稼ぎたいって思ってて思る人へのメッセージになります特に最近では私たちみたいなねお金あの顔を出して喋る YouTuber さんだけではなくっていわゆるね顔を出さずに、まあ、自分の正体を隠してそれで売り上げを上げる YouTuber さんもいらっしゃるんですよまあそこをですね、まあ、あえて覆面 YouTuber というふうな表現をしてもいいのかなと思いますけどもまあプロレスラーでもいますよね 覆面をつけてね、ね。戦う人とか、ねうん、あと昔はねあの死刑執行人っていうのがいてああいう人もマスクをかぶってましたというのがあいつがあんなひどいことをやってるんだっていうふうにバレたら私生活に影響が及ぶからなんですよ。もちろん悪役プロレスラーも大体覆面をつけてますよねそれは私生活に影響が出てねおあいつこの前試合で汚いことをやったやつだとやっつけてしまえみたいに試合を離れても私生活でめちゃくちゃなことが起きないようにしてるわけですよ 逆にタイガーマスクっていう方もね、現役時代はマスクをつけっぱなしで戦ってました。ものすごく人気がありましたからね、私生活を送る中で、あタイガーマスクだってバレたくないわけですよ。そういったいろんな意味があって、人はね、顔を隠しながらビジネスをすることっていうのはあるわけなんですよ。で、ここでね、覆面 YouTuber さんに、ちょっとね、私はね、一つね、まあ助言を申し上げたいなと思ってます。それはですね、覆面 YouTuber さんっていう活動をしていて、 仮に、覆面 YouTuber したい人は私の塾に入ってくださいっていうふうにやると、どうなるかっていうことなんですよ。それは、マーケットがものすごくちっちゃくなります。YouTube で稼ぎたい人おいでっていうふうに私のようなスタイルをとっていると、まあ、YouTube を使って稼ぎたい人っていうのはものすごくたくさんいますので、まあ、たくさんあの来てくれるわけなんですよね。でも、覆面 YouTuber のやり方を教えますよってやると、覆面 YouTuber って顔を出せずに、 やるることって何ががあるんだだろうっていういうにまだね疑問が生じるんですよねで私なりに顔を出さない YouTuber さんっていうのは例えばね最近でしたらそ YouTube で漫画をがあるじゃないですかね明日の話題みたいなやつとかですねああいうふうな漫画とかね「女の園」みたいなあの漫画をこう上手に YouTube でこう放送してるみたいなのありますよねであ手いたの,あのイメージする方っていうのはいると思いますけども あのスライド動画ですね。文字がこう流れてきたりとか、写真が流れてきて、そこに解説をつけていくみたいなね。これは歴史とかあの、そういった小説ものとか、映画のレビューとかっていうのはそういうので成り立ってると思いますけども、いわゆる自分の趣味を紹介するものですよね。逆にこういう時には、解説者の顔が入んないのがいいっていう場合もあるんですよ。で、そういうふうな墨分けをしていくんだったら、覆面 YouTuber っていうのは別にね、顔を出さない方が自然な YouTuber として、 まあ名を上げていくことはできるのかなと思いますけどももうすでにこのマーケットは激化して競争がね激しくなっておりますだから結構難しいですねちょっと前だと美少女のパウラちゃんっていうのがね14歳の美少女の女の子がいろいろとね女性や男性の問題をこう叩いていくみたいなのが人気だったんですけども最近出てこないですねやっぱりねだからネタを量産できるようなねそういうふうなストックがなければいけないのかなっていうところがあります、まあ、いずれにしても覆面 YouTuber って限定するとマーケットがちっちゃいのでそこをいかにね 顔を出さないユーチューバーさんっていうのはこんなにいっぱい種類があるんですよとそれについて一つ一つ私はご指導申し上げることができますよっていう形でいくんだったら可能性はあると思いますでね私と同じように覆面をしましょうっていう誘い方はやっぱりね限界がすぐ来ちゃうんですよね、うんまあ、ですので私が思うのは改めてになりますけどもあれやっぱりねお金儲けについて問題解決をしますよっていうふうなこうパイを広げていくっていうところがいいんじゃないかなと思います 覆、ね、面 YouTuber っていうふうに限定するとそれをやりたい人が少ないのとじゃあ顔出さない YouTuber さんっていうのはどんな方法があるのっていうふうに簡単にね上級編3つ中級編3つそれで初級編3つぐらいのパパパーというふうに出てくるような覆面 YouTuber の講師だったらいいんですけどもネタがすぐつきちゃうとかね私はこれ1個でやってきましたってなるとちょっと苦しいんですよね。 だから私がお勧めするのはお金についての問題解決をするような YouTuber さんもちろんこれは顔を出しても顔を出さなくてもいいんですよだから YouTuber の中で覆面募集じゃなくてお金儲けについて YouTube を活用したい人募集よみたいなことをやるんですよその中で顔を出せないよって相談があったらあじゃああなたは顔を出さずにこのパターンでいきましょうっていうふうにやっていくっていうふうな感じですよねだから順番を入れ替えるんですよでそうなってくるといつもそっか塾で言っているお金儲けについて えー、恋愛問題見解あ健康問題それから仕事の問題この4つのカテゴリーの中で興味がある人っつったらまずはかなり多くの人が来ると思うんですよ例えばね恋愛問題の動画をずっと出すわけですよ特に恋愛の中でもアラフォーアラフィフ40代50代特に私の場合はロスジェネ世代の恋愛についてバーッと語っていくわけですよそういった動画をたくさん作るとロスジェネ世代のその問題に真剣に取り組んでる人から主張を受けるわけなんですよね となるとじゃあ50代でどうやったら20代とか若い女性とお付き合いする場所が分かるのかそしてどういうふうにコミュニケーションすると関心を持っていただけるのかどんなことをやったら縁が切れちゃうのかこういったコンサルが商品になるわけですよつまり無料動画で恋愛問題をぼわっと語ると一部有料まで入ってくる人がいるっていう切り口ですよねでそこには、 顔を出さない YouTuber ですよっていうふうな募集をかけていない限りは集客動員が起きるわけです。で、最終的にその方が情報発信をしたいときに顔を出す方か出さない方かっていうふうな小さな選択肢があるってことなんですよね。で、大事なのが入り口が顔を出さない YouTuber ですよっていうふうに放送していくのか、それとも最終的に選ぶ段階でもうビジネスやるぞ発信するぞっていう段階で 顔出せる顔出せないっていうふうな選択肢がちょびっとあるかにもう関してもだいぶ大きく違うわけですよね、まあ、ですので入り口で顔出さずにやりましょうって打ち出すのは結構ね冒険だなと思いますよねうまくいかないとは言いませんけどももしやってみてうまくいかないんだったらアプローチを変えて全面に打ち出すものを覆面ですよじゃなくて顔出さなくていいんですよっていうものじゃなくてお金の問題ですよとかねあの恋愛の問題ですよとか、ね、仕事の問題ですよとかね 健康の問題ですよっていうふうにものすごく多くの人があ訪れるパイを最初に設定をしておくのがよろしいかなと思うんですよさあここでね、えー、2つ3つ質問して終わろうかと思います一つはですねあなたは YouTube で販売する商品をいくつ持ってますかってことですよねちょっと思い出してみてくださいね私だったらお金に関する商品がいくつかあります 仕事の問題解決に対する商品がいくつかあります。恋愛に対しての問題解決の商品がいくつかあります。健康に関しての商品がいくつかあります。ということで、それぞれパッと考えてただけでも3つ4つ浮かぶんですよ。ということはこれだけで商品が20個ぐらいあるってことになります。商品が20個あれば、どんな方にも紹介する商品が出てくるんですよね。だからチャンスロスが起きにくいってことになります。はい、そしてもう一つの質問です。あなたは、 集客のための動画って持ってますかこの動画を出すとアクセスがすごく高まって普段の再生数から5倍10倍伸びますよっていう風なそういう風ないわゆるね爆弾みたいなそんな動画を作れますかってことなんですよすべてがなんとなく作ってなんとなく再生されたじゃなくてこのカテゴリーが再生されるだろうと思っていくわけなんですよいやこのサムネイルは再生されるだろうと思って狙っていくわけなんですよ このタイトルは検索にかかるだろうと思って狙っていくんですよ。もちろん狙ってやって、外れた部分はしょうがないんですよ。外れたらもう一回同じようなテーマで当たるようにやっていく。それを繰り返すだけなんですよ。で、いくつか作った中でブレイクがあれば、よし、ミッション完了でいいわけなんですよね。まあ、こういうふうな集客のための動画っていうのは、どのぐらいありますかってことになります。あとね、商品としての動画はどのぐらいありますかと。この動画は有料でしか、有料でしかお渡ししませんみたいな動画がいくつかありますか そしてあとはね販売のための動画どういうふうに作りますかってことですこの3つ集客のための動画がありますか商品としての動画がありますかセールスとしての動画がありますかこれがスラスラ答えられたらまず第1段階は完了ですそしてこの入り口をフロントに置いて最後の最後の最後の方にじゃああなたが商売する時に顔を出すの出さないのっていうふうな選択肢が複数の中で1個ポツンとあるって感じですよね 全面に顔出しをしない人だけ募集ってなるともうお金の問題だろうがね健康の問題だろうが吹っ飛ばしてねあ顔出しをしない人だけなんだあなたはっていうことでまず出会いが遮断されてしまうっていう可能性が高いのかなと思ってますねはいそういうことも考えながら YouTube のチャンネル運営してみてくださいでは今回は以上です